クジラクジラクジラ探し行きますか。行きましょう。さあ見つかるかな。見たことないから。見たことない。ない、いなさそう。そうね。どんなんかな。でかいんかな。楽しみ。確かにどんだけの大きさか見たいよね。めっちゃ気になるな。出てきて。おる？出てきて。まだ見えんよな。見えない。シャーって出てくるかな。出方が気になる。どういう感じで見えるやろ。白く見えるんかな。青くかな。え、クジラって白なの。予想。いや、なんかほら、青白く見えるんかなと思って。え、予想コーン。コーンよな。なんかちょっと暗めの色でいそうやな。そう、予想。遠くかな、手前かな。どこだどこだ。すげえ。でけえでけえ。マジでかい、マジでかい。やば。おったおった。え、あれイルカちゃん。いや、クジラやろ、あれ。あれや、あれや。あ、コンポ型やな。あれ、おった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 。わぁ、おったおった。うん、でかでかいな。あ、このままおる。めっちゃ見えるやん。やば。めっちゃ近くで見えるやん。2匹おるな。すげえ。マジでかい、マジでかい。やば。ガチ、普通にやばいよ、あれ。めっちゃ見えるやん。スーシー見たな。すごいな、あんなするんやね、普通に。大きいな、やっぱ。2匹いるな。ほらほらほら、すげえ。え、すげえ。すげえ、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 すげえ。え、すげえ。あ、ちょっと親子とか。これやばい。すげえ。すごいね。テンション上がるよ、これ。楽しかったね。いける？いける？いいよ。ナイスよしと。いいよ。いいよよしと。スタッフさんみたいな。逆が良かったな。楽しかった。ね、楽しかった。うまくしてくるのいい。結構見えたね。ね、なんかさ、何回も見れると思ってなかったから。それだ。三匹見たもんな。最後。結構見たな。いや、楽しかった。楽しかった。意外とね、弱かったもんね、みんな。弱かったね。え、なんかさ、3人だから多分言いづらいと思うんだけど。偉いぞ、いいぞ。ツーショットしなくて大丈夫？俺らが。そう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 。先に行かせるんだ。それがいいね。その方が自分も行きやすいもんね。マジ大丈夫、マジ。え、なん大丈夫。3人やん。そう、3人。だから全然遠慮しなくても。マジ？え、本当に。少しだけいい？ツーショット。うん。マジ？うん。ありがとう。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとう。またね。バイバイ。どっかで話す。じゃあ、お願いします。お願いします。こちらこそ。なんか、3人で会話とか、クジラ見てたりして、なんか、すごい2人が楽しそうで。あ、それと、あと昨日よしとくんがくるみちゃんのことを誘ってたから、なんかあ、くるみちゃんのこと結構なんだろう、気になってるのかなって思って譲りました。あ、マジ喋んなかったんだ、じゃあ。なんか私もちょっと今よくわからない気持ちで、すごいちょっとだけ本当に後悔してる気持ちと、あとよしとくんは前のシーズンでも同じだったから応援したい気持ちもあって、結構複雑です。やった。でもクジラ見れてよかったね。の、あれ大きかった。びっくりしたもん。イルカかと思った最初。確かに。めっちゃ似てたもんな。え、イルカやないとか言ったよ最初。うん、イルカやと思った。ほんまに本物のイルカ見たと思った。あのガチで言った。ここしか見えへんかった時。そう、こう背中、なんて言うんだよ、そうそうそう、どこやろうね、あれ背中見えた時イルカやと思った。イルカ、確かに楽しかったね。でも楽しかったね。え、まさかのグループ分けトランプでね。え、思った、選べると思ってたのに、ね、確かに選べると思っとったらね。3人やったしな、少ない方やった。僕も楽しいっす。ん、出るかな。フルーツ。あ、そう、向こう何やったっけ、フルーツを食べるんやったっけ。食べる、食べるかな。いちご食べるって言ってた。あ、そうな。昨日、そうね、昨日ツーショットが初めてね、俺ら。話してみて
またなんか印象変わったりした？俺の印象っていうか。あ、でも誘ってくれたの嬉しかったし、うん、グループ分けも一緒やったん、一緒やったな。だからもっと話してみたいなって。マジ？思いました。今普通に今まだ話してなんて言って、話したい人とかおる？うん、他に一人おる？います。おる？俺今ね、心ちゃんと、うんうん、マジュとはツーショットしてないけ、うんうんうん、でも心ちゃんとツーショットで話そうか迷ってる感じではある、うん、みんなと話さないとな。そうで、それでまた自分の気持ちがはっきり整理できるじゃん、うんうん、迷ってるけど、うんうん、パッと決めてはっきりしたいよねって思ってる。確かに早いうちから決めれたら。そうそうそう、全然無理に決めてるってわけじゃないしさ、うんうん、本当にあ、やっぱりこの人と話したいなとか楽しいなとか思った人がやっぱいいやん。うん、そうやな。そうそう、ちゃんと話します、うん、頑張りましょう頑張りましょう、ね、頑張りましょう、うん、頑張ります。くるみよしといいと思ってたのに違うんですかね。あんまそんな感じでもなさそうっすね、うん、あれ、うん、なんで、なんか何も悪いこともしてないし、ね、くるみちゃんは多分あんまりよしさんに興味なさそう。なんかそんな感じしますね。そんな感じする。でもマジュなんてちょっと2人がいい感じだろうなと思って譲ってたのにさ、はい、マジュからしたらなんだこの時間ってことですよね。でもまあこういうなんかマジュみたいにこう譲ったりすることってあります？俺はもう自分好きだったらグッといっちゃいますね。いっちゃうよね。もう気持ち優先したいです。やっぱ優先するよね、はい、それは取られたくないから。かつくな、無言のうなずきやめろ。好きになったらもう好きになったら一直線、はい、結局仲良くなれると思います。あーそうね、あとあと男同士は、はい、あーなるほどね、あとあとでも、はい、え、どうですか？私も譲んないです。譲んない？あ、はい、もう行く。譲る気持ちは一切ない。かっけー。え、だってなんか後悔しそうっていうか、あとで言っときゃよかったなっていうのが嫌なんだ。振り切った方が、もし向こうで付き合ってたら嫌だもんね。え、めっちゃ嫌です私。俺譲るタイプだし。なんで譲るんですか？なんか相手が自分じゃない方気になってるのに自分といるときに集中できてないのを見ちゃうのがきついんですよ。あー、なるほど。なんか俺のことあんま思ってくれてねえんだなっていうのを感じちゃうと、すごいそれの方が傷つく。踏み込まないですか？そう、だからちょっと時間を置いたりとか、ちょっともうそっちうまくやってくださいよ、ダメだったら来てくださいっていう感じでした。大人だ。なんか大人なの？それは大人なの？大人ですよ。ただ臆病なだけじゃない。そうそう、逃げ腰系なんだよね、多分ね。だから羨ましいです、考え意見。この中間がいいんだろうね、ちょうど。確かに。いや、本当だよ。なんでいないんだよ。なんでいないんだよ。なんでいないんだよ。極端なやつしか。Gonna feel so good. Gonna クジラの、え、でもさ、クジラめっちゃさ、行きたがってたよね。いや、そうだね。どうなんだろうね、見れたのかな。ああ、そうだね。見れないこともあるのか。いや、わかんない、うん、自然だからね。うん、え、自然のやつ見に行ったよね。え、そうじゃないの？え、わかんない。そうじゃない？え、お、欲しいです。お、おかえり。おかえり。ただいま。ねえ、どこ行ってたの？あんまり教えない、言いたくない。え、なんで？いちご狩りをしてたなんて。いちご狩り言えないかも。どこ行ったの？めっちゃ気になる。あ、楽しかった。うん、え、俺らも楽しかったよ、ほんと。気づいたらなくて。お話を聞きたいなって、うん、やだよ。なんで？なんで？なんで？あんま言いたくない。なんで？そうなんだよ。そんな、なに？え？え、ちょっと心に嫉妬させてない？これ楽しかったとか言って。そんなちっちゃいやつ。おかえり。おかえり。おかえり。ただいま。おかえり。おっちゃんたちはくるみまじまじゅう。ただいま。おかえり。おかえり。お邪魔します。ごめんなさい。ここ絶対さ、逆じゃない？どうだった？なんかクジラ見てきた。見えたの？めっちゃでかかった。こんなん、あ、じゃこんなんじゃ、ちっちゃ。船と一緒ぐらいの大きさのクジラ。え、めっちゃでかかったよ。今そんぐらい、そんぐらいだよって。え、ほんまに船ぐらいの。え、どれぐらいの距離で見たの？え、あ、そういうことね。そこ、そんな近い？あ、それ、嘘か、それは。なんか持っちゃう癖、あの可愛いな、くるみの。え、逆にどうやったんですか？
え、もうフルーツ食べました。フルーツ食べました。美味しかった。美味しかったよ。美味しかったよ。食べに行った。え、通所とかした？通所したね。うん。したっけ？この人でなんか自分だから自分だからしてました。え、気になるね。ちょっといいですか、うん、グループ分けで離れちゃったんで通所したい人誘ってもいいですか。いいよ。嵐くん通所お願いします。わー、それはよしとだ。私もいいですか。よしとくん、お願いします。入り乱れ、入り乱れ。自分ちょっと、あ、嵐と通所終わったらいいですか、通所って感じ。はい、お願いします。えー、やだ。おー、人気だね。シュウスケ動き出した。危ない。滑る、滑るかな。あ、マジ滑る、危ない。なんかめっちゃおしゃれなところある。おしゃれ。座る。かわいいな、これ何入ってんの。かわいい。団子、団子か。いや、団子。いただきます。うん、まなにこれ。梅ゼリー。ゼリーだ。うん、おいしい。どうした、グループ分け。すごいとこだね。楽しかったよね。楽しかった。すごく、うん、みんなと話せたんじゃん、今日で。そう、今日で全員と一応ツーショットできた、うん、嵐が一番進んでますね。確かに。昨日から聞きたいことあってんけど、グループ分け離れちゃってさ、うん、聞かれへんかってんけどさ、まじちゃん追加で来たやん。うん、気になること聞くね、ちゃんと。今どんな感じなんかなと思って。聞きたい、聞きたい、今の気持ち。マジちゃんは前の段で見てて一番いいなと思ってたから、うん、来た時はめっちゃびっくりした。そうやな、びっくりよな。普通に嬉しくて、嬉しかったけど、うん、で昨日かツーショットして普通に喋ったって感じかな、うん、感じかな、うん、え、なんか今一番気になってる人誰なんかなって。いいね、今っていうのいいね。一番気になってる人か。うん、4人とも全員あんまり差がなくて、うんうんうん、なんでかっていうと全員と話した時に全員喋りやすかったの、うん、全然差とかなくて。誰とかないや。え、何もう決まってるの。うん、話したいなって思う人は一人決まってるけど、うん、いろんな人と話そうっていうのは思って。そう、まだくるみツーショット2人しかしてへんからさ。あ、そっか。そうそうそう。いや、全員とした方がいいと思う。全員、うん、話してみないと。そっから分かるからね、誰がいいかとか、うん、え、ヨシトとなんか喋った。うん、喋った。うん、ツーショットしたの。うん。あ、そっか。知った。ジョーカー引いたもんな。強いな。ジョーカー強いな。ジョーカー強いわ。引けるとは思わなかったな。でもジョーカー引きたかった。ジョーカー行ったらどこ来たの。どっちやろ。嵐くんの方言ってたかも。わあ、それが言いたいがための振りだったもんね。わあ、かわいい。次、ここ卒業したら何する。いいぞ、くるみ。これは難しいな。なんでなんで。一応就職するんだけど。うん、就職するんや。大工になろうと思って、こんなかっこいいとすぎるだろ、これ大工は。マニュアル免許取って、うん、4月から大工だな。え、そうなん。なんか意外やな。意外、うん、何。大学行ってそう。あ、本当、うん、でもバカだぞ俺。あ、そっか。あ、そっか。あ、そっかそっか。え、くるみは。くるみはあれ、美容の専門学校行く。だよな。ぽい。ぽい。ほんまに。うん、色が似合うな。ほんまに色ついてる方が明るい。俺らって金コンビだから。2人でおったら頭悪そうやな。いや、もう俺一緒にすんな。頑張らなきゃだな。頑張らなきゃな。でもあれだな、ん、多分一番話しやすいかもしれない。ほんまに。あら、嬉しい。それは嬉しい。ほんと、よかった。よかったです。めっちゃ見るね。
でもそういうこと一途だよね、ずっと一途、ずっと嵐と一目惚れなのかな。これハイビスカス違うか、鼻わかんない行ってみよう。うん、めっちゃ広くない、すごっ、やばいね、こっからかな、すごいところいっぱいあるな、行ってみよう、うん、いいな、めっちゃ黄色、やばいな足元気をつけてな、うん、すごい足元気をつけてな、なんかね、お花を詰めるらしくて、うん、自分で、あ、すごい、そう、なんかこれ読んで、おしゃれスポットや、本当だ、お花の代金はあなたの満足度に応じて入れてください、マジか、いくら入れる自分だったら満足度で1000円かな1000円、リアルな小銭入れてる彼氏嫌ですねやだ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 、そうやだ絶対やだ一緒に積みに行きましょう、行きましょうひまわり、え、ひまわり、ひまわりじゃないこれ、よう見たら、ほらすごすげえ、これにする、うん、じゃあ俺これにしようかな、オッケー、ええ、どこら辺から切る、あ、じゃあこの一番下の葉っぱから切る、切る、うん、オッケー、切っちゃった、切っちゃったそうなるよな、すごっ、すげえ、なんかもったいない、綺麗だから、なんか切るのな、ちょっとな、ね、すごい、いいな、ここ、いいですね、え、じゃあここら辺、素敵なとこ、こんな傘だ、素敵な、こんな素敵なとこいっぱいあるんだな、だね、いっちゃい、よし、葉っぱっすねでかいな、それ でかさやばくない、それめっちゃでかい、一番でかいよね、ね、ほら、え、面白い、これおもろいな、これ先行くよ、いける、ありがとう、ごめんね、オッケー、おー危な大丈夫か、どんどん好きになっちゃう、心がどんどん好きになっちゃう、そっか、積み重ねたのかな、上書きスタイル、手とか繋がないればな、じゃあ俺これ行くよ、うん、いける、太い、太いから持ちづらいやろよいしょ、よし、めっちゃ綺麗、やばいな、これ綺麗や、てか通称、うん、誘ってくれてありがとう、今更やけど、そう、なんかね一番最初にヨシト君と話したいって思ってて、うん、一番最初に、うん、マジか、そうだからグループ分けでも別れたもんね、そう、本当はね一緒になりたかったんだけど、マジか、うん、だからそのグループの終わった後に絶対誘おうと思ってて、うん、マジか、そう、結構あれね、はっきり言ってくれるよねそう、俺あんまりないからさ、言われたこと、本当に嬉しい、普通に、そう、でも思ったこと全部言っちゃうかもしれないそうなのいや全然嬉しい、言ってもらえるの、うん、なんかね、うん、あの全員さ座ってる時にさ、うん、なんかさ分かんないけどさ、うん、ヨシト君見ちゃうよね、嘘だえ、本当に本当に本当に、かわいいな、目で追っちゃうんだ、かわいい、見ちゃうんだね、かわいいな、全然俺気づかなかったもん、だから今日朝隣に座った、うん、いや確かに隣に座って話せたのは覚えてるけど、うん、あ、たまたま空いてたからとかじゃなく、うん、違うよ、こういう形だったの、うん、あ、そうなんや、そう、マジか、嬉しい、私服めっちゃいいと思った、うそ、ほんと、ほんとね前回のシーズンの私服も一番タイプだった、うん、マジで、うん、やば、それは嬉しいやろ、ね、え、もう全員と話した、そう、でもツーショットは、うん、今マジ以外とはしたかな、そうなの、うん、待って、よし、置いていいかな、あ、もうとっか、じゃ、いいよ、じゃあこれくらいにする、そうね、じゃああのテントの下で花束にする、うん、しよう、しよっか、行っちゃったね、みんな行っちゃったね、え、なんかさ、え、どう思う、行ってどう思う、なんか早くない、誰か一人行ったらさ、みんな、うん、俺も私も、うん、めちゃめちゃ早いなと思って、うん、いつもね、うん、ツーショットって誰かが言ったらすぐねコロコロなっちゃうから、確かに、なんかさ、うん、え、行きたいねんけど、うん、うん、行っていいんかな、どう思う、全然俺はいいと思う、本当に時間がないから、うん、すごい行きたいっていう気持ちがあるな、行った方がいい、先輩のアドバイス、うん、行ける、自分行こうかな、行ってき、行ってき、頑張って。じゃあ待った。いらっしゃい。頑張ってね。頑張って。ありがとう。バイバイ。ちょっと飛んで。バイバイ。
人いたと思う？え、もう全然予想できない。あ、でも待って、みんなと話したのか、ミシェルちゃんは。あ、そうだ、ミシェル全員と喋ってるね。そっか。だから時間短かった人とかあんまり喋れてなくてもう一回っていうのはあるね。長い時間喋れてなくて。待って、ヨシト君じゃない？あー、確かに、さっきなんか話したかったけど話せなかったって言ってたし、グループ。そうだっけ、言ってた、言ってた気がする。なん言ってる気がする。え、それはもうヨシト君しかいない。ヨシトだね。ヨシトか。え、すごい。話したかった人とかいる？え、いる。いる？いる。え、大丈夫なの？あ、全然。全然っていうか。全然、あ、ダメ？いや、そういうわけじゃなくて、あの、一回昨日さ、マジとさ、マジちゃんと喋ったけどさ、うん、もう一回喋りたいなと思ってて、うん、今こうやって喋れてるから。あ、マジと？そうそうそう。一回、もう一回喋りたいなと思ってて。あ、うん、え、ありがたい。なんか付き合った後とかのさ、LINE とか電話とかの頻度ってどのくらいしたいと思ってる？でも電話結構好きだから、なんか2人が暇な時とか結構つなげたい、うん、あ、 LINE はそんな毎日じゃなくてもいい。あ、そうなんだ。いいかな。へえ。 LINE より電話派かも。わかる。でも1日の最後になんか喋ったりとかね。そうそうそう、確かに。あ、そういうのありだね。あ、毎日通話とかもちょっと夜遅くまでさやってたら、うん、自分たちのさ、うん、時間があんまり取れないから大変かなと思ってたんだけど、電話よき感じ、うん、確かに。なんか喋ってる方がさ、うん、まあ、感情というか、 なんか伝わりやすいしね、うん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 、そういう考え方だったらありだね。その LINE じゃなくて電話で最後話すみたいな。うん、3人の時も2人の時もめちゃめちゃもう素で喋れるし、気張らなくていいんですよね。なんか素で入れられるのがまず第一条件っていうのもあったりして、楽だなって思えたんですよ。さっきのスリーショットは、さっきまでは心ちゃんがすごい強いなと思ってて、気持ちの中でかなり強かったんですけど、さっきのツーショットで結構考えたいと思いました。うん、ちょ、好きだなこれ。ちょっとそうですね、もう盗まれてますね、心が。好きです。ハートいっちゃってるね。ミシェルちゃんも結構明るい性格で、うん、なんかすごいワイワイ喋ってたけど、割り込むか割り込まないかで悩んでて、ですごい目の前で行くって決心して、私もちょっと勇気を出して割り込んで最後話したいなって思いました。うん、どこ行くんだ？会いに行きます。恋する週末ホームステイ2022春、出会って別れてまた出会う2週間の特別なホームステイ。心臓バクバクでした。ちょっとアベマで配信中。